今回はアイアン編です。はい、セカンド地点も来ました。はい、ピンまで100ヤードです。フェアウェイ真ん中、今クラブは何番ですか？これは7番アイアンです。はい、で7番アイアンでちょうどいい距離だと思うんですが、うん、どういう風に打つかちょっとアドレスしてもらっていいですか？こんな感じですね。はい、すいません、気になるとこいくつか。あ、ボールのポジションはいいですね。体重配分真ん中ですね。で体重配分も前後左右ちょうど後ろにも体前にもからちょうど、ま、真ん中に来るような体重、うん、で一つ気になるのはグリップです。はい、はい、え、グリップですか。グリップです。今前から見てもらったんですが、橋本さんのは少し我々でいうウィークグリップ、はい、少しこの手の甲が外向いちゃってる、うん、すいません、いいですか、はい、このグリップが下向いちゃってる。極端に言ったらもう少しこの自分でいう2ナックルぐらい、うんうん、ここが見える上からの方が力が入りやすい、はい、でその感覚を分かるような、握っても今直します。でどうやって握ったらいいかっていうと、僕よく言うんですよ、正面にクラブを持っていただいて、でここでグリップ握ってください。前でしっかりギュッと両方とも、うん、ここの方が裏側、この裏側に力が入りやすいんですよ。橋本さん、さっきはどっちかというとこう極端に、はい、こういう握り、私はここ真ん中に全部親指を、はい、合わせてますよね。合わせるのがいいのかなと思ってたんですけど、はい、これ合わせると、合わせるということは、うん、もう本当にウィークグリップになりやすいんですよ、うん、右も左もこういう、うん、極端にこういう握り方ですから、力が一番出ないんです、はい、うん、物を例えば雑巾に割り絞るってグッとこう絞るじゃないですか、うん、一番絞って力がいいのはギュッと絞ったときここですから、はい、ここで絞っても力出ないですから、うん、ある程度、はい、そう、さっきよりここでこうグッと握るようになると、この裏側に力が入ってきます。だとこっちの親指も、うん、親指も、はい、上じゃなくてちょっとこうこの他の部分いいですか、こうで、うん、先ほどまで少しあったハンドアップすぎるんですよ、はい、うん、なので少しこうフック気味になるとちょっとだけハンドダウンになるので、うん、そうすると力がこう動きやすい。さっきはこれだと力が入りにくいんですけど、うん、はい、少しフックにしてちょっとだけハンドダウン気味になった方が力が出やすいんです、うん、物を叩くとき、うん、こうやってボンボンって叩くよりも、うん、少しハンドダウンにした方が上からこうトンって力が入りやすいと思います、うん、はい、はい、物を叩くときってこうやって叩かないんです、はい、こう持って必ず少しこうやってハンドダウン気味に叩きますよね、うん、はい、このぐらいの感覚で左手がないと力がスイング中左手のリードができなくなってしまうので、うん、はい、はい、少しそのグリップですね。体重もボールポジションも体の中心ぐらいのところでいいですし、はい、スタンスの幅も、かなり良くなってきます、はい、グリップ、これができるようになると、はい、バックスイングがしっかりと左に回りやすく、はい、回りやすくなります、はい、ちょっと一回いいですよ、素振りしてみていいですか？のが絶対力入りやすくなる。ちょっと一回打ってみましょう、